蕎麦よりうどん、ラーメンよりうどーん。うどん子代表の私、リンがとにかく美味しいうどんを紹介しております。本日第19回は埼玉を代表するご当地うどんの武蔵野うどん、その中でも新ジャンルの旨辛うどんを存分に味わえるこちらの店です。 JR 埼京線北与野駅から徒歩約10分、武蔵野うどん藤原北与野本店さんです。こちらのお店、言わずと知れた超人気店で、他県からのお客さんも訪れるんですよね。その目的が、こちらのお店でしか味わえない、旨辛うどんなんです。埼玉ご当地うどん、武蔵野うどんの名店といえば、トップに出てくるのは、藤棚うどんさんといううどん屋さんなんですが、そちらのお店で開店当初から7年間、店主を務めたうどんのスペシャリスト、そのご主人が新しく藤原うどんという看板を立てて作った新ジャンルが旨辛うどんなんです。つまり経験と実力に裏付けされている間違いなく美味しいうどんなんです。そりゃもう行くっきゃないっしょ。行ってきます。オー！北与野駅到着。こっちのドアは開きません。反対側のドアが開きます。回れ右。初めて降りました。この駅で降りたお客さん結構少なかったですね。そしてなんだか静かな雰囲気です。この日は雨が降ったり止んだりで変な天気でしたよ。さあ、北与野駅は北口から出てきました。ここから歩いていきます。北与野って今ここですね。ここから上の方、北側には埼玉の経済の中心大宮、そしてここから下の方、南には県庁などがあって行政の中心になっている浦和があります。埼玉の重要な場所に挟まれているような形になりますね。この北与野駅、各駅停車と快速しか止まらないのでご注意ください。埼京線の駅の中でも最も利用者数は少ないらしいです。左手にはサイゼリア、私も学生の頃よく行ってましたね。そういえば全国にサイゼリアの工場あるんですが、埼玉県吉川市にある埼玉工場、こちらに株式会社サイゼリアの本社があるんですよね。全国の皆さん、これだけでも覚えて帰ってください。ちょくちょくスマホを確認しながらお店に向かって歩いていきます。なんかちょっと遠回りしちゃってるかもしれないな。これふと右に目をやると、浦和レッズと大宮アルディージャのペナントがパン屋さんにかかってました。どちらも埼玉市を本拠地とするサッカークラブですね。さっき話したように、ここ与野は大宮と浦和に挟まれてるんで、どっちのチームを応援するんか難しそうだなーとか思いながら歩いていると、最後の直線です。ここを抜けたら大通りにぶち当たって、そこに藤原さんがあるみたいです。うどん屋が見えました。あそこあそこあそこ、あれあれ、あの黄色いうどんっていう看板、あそこあそこ。大通りを渡ってすぐに着きます。こちらが武蔵野うどん藤原さん、食べログの100名店にも選ばれているみたいです。この黄色に黒のうどん、結構目立ちますね。この看板、涼しげにのれんが揺れております。辛いんだろうな。いざチャレンジ。店内入って正面にドーンと現れたのが食券機。こちらで食券を購入していきます。肉汁うどん、ナス南蛮汁うどん、ぶっかけうどんなんかもありますね。でも今回のお目当てはこの上のメニュー。トロピア地獄。これ見てくださいよ。自己責任、当店では一切の責任を負えません。こえって私はごめんなさい。ちょっとする。隣には旨辛ナス南蛮汁うどん、その左に当店人気ナンバーワン旨辛肉汁うどん。やっぱり初めてらしい定番のこちらをいただきたいと思います。辛さレベルあるみたいですね。こちらも基本のレベル1、こちらでいただきます。食券を購入しました。相撲マスクにうどん T シャツ、少々怪しい出立ちですが気にしません。ドキドキしながら待っています。正面には写真付きのメニューがありましたね。ふむふむと思いながら見ていましたけれども、またこのメニューの右上に変なのありますよ。これ左のジョロキア地獄はさっきの券売機にあったやつですね。これを肝飲肝食、これ汁も全部飲むってことですね。それでライセンスが発行されるみたいです。すると右のデスうどんが食えると。これ気になった方はぜひ挑戦してください。私は見なかったことにします。お待ちかねのうどんが到着。武蔵野うどん藤原北与野本店さんの旨辛肉汁うどん並850円、辛さはレベル1、基本の辛さです。いや基本の辛さって言うて、汁のこの色、こんなもんこれ地獄でしょ。辛地獄ですわこんな。でもこの隣に汁とは対照的な天使のようなうどんが鎮座しております。すごいツヤがあって美しいですよね。この麺芯がしっかりと、コシが強めの雰囲気。食べる前からビビり倒してる。水カウント1、心していただいてまいります。汁に気を取られたまま、なんとなく割り箸チャレンジ。まあ、こんなもんでしょうと。軽くどやっていくスタイル、いつも通りまずは麺だけいただいていきましょう。透き通った白色の美しい麺です。箸で持った感じ結構固め。
やっぱコシが強い。これぞ王道の武蔵野うどんって感じですね。そして噛めば噛むほど、そうなんです、結構麺に塩が効いてるんですよ。この麺を地獄に落としていきましょう。グツグツと煮えたぎるような具材は麺をまだかと待っている。にゃあうまそう。麺を地獄に落とします。するとあら不思議、なんか馴染んじゃってる。めちゃくちゃうまそう。これ唐辛子みたいのがしっかり麺に絡むんですね。これたまんねー。こりゃうまからの境地ですわ。ちょっと極めちゃってますねこれ。汁をよく絡めるとうまいのなんのって、相性抜群なのよこれ。口いっぱいに辛みとうまみが広がる。うま、止まんねえ止まんねえ。次から次へと麺を地獄に入れちゃうぞっと。若干ダメージを食らっている。水で回復を試みます。水カウント2。大丈夫かうどんこ、まだ戦いは始まったばかり。うどんが俺を待っている。お迎えに上がります。バクッと。こちらの漬け汁辛いだけじゃなくてしっかりと出汁に豚肉の旨味が染み出てるんですよね。感動の涙を流しているわけではありません。辛いんです。豚肉とネギを箸で取ってバクッと。汁が具材にもしっかり染み込んでいる。はあはあ、ひいひい言いながらうどんをお汁に入れますが、ダメだ、一旦水飲もう。水カウント3。これで多少生き返ったべ。豚肉、長ネギ、油揚げ、具材も武蔵野うどんの土定番です。それでありながら全体の辛みと旨味を両立できるのが藤原さんのみなせる技。私正直辛いの得意ってわけじゃないんですけれども、このおうどんならいくらでも食べられそうですよ。あ、ただあれですよ、レベル1に限ってです。多分私レベル2、3から5、それ以上無理っすね。この麺食らおうと思いましたが一旦箸置いて水です。水カウント4。さらに水をついで水カウント5。辛さって後から来ますよねこれ。来てるぞ来てるぞ。すすってすすって豪快にすすると蒸せます。鬼の形相。麺も長いんですよね。お尻まで上げちゃってる。そしてまた蒸せる。麺をお汁に投入したら再び水に手を伸ばしました。水カウント6。うめえな、おいおいおい。店内は大盛況ですが、窓がしっかり開けられて換気もがっつりされてましたよ。大人気店ですが安心して食べられます。やっぱりリピーター熱烈なファンが多いみたいですよ。このうまさはハマったら沼だわ。残りの麺もあとちょっと。フィニッシュを目前にして水カウント7、水カウント8。心して大切に食べていきましょう。いやーこれほんと YouTuber だとか調子乗ってジョロキア地獄とか食べてなくてよかったよほんと。これ最後の麺をかき込んでいきます。具材もたっぷりなので最後まで美味しいですね。終盤は本気で辛さとの勝負。喉がおかしいか。いやまだ参る。早送りで終盤の格闘を少々スキップです。多少むせても気にしません。なんだかんだおつゆ結構飲んでます。この辛うまがたまんねー。このぐらいにしときましょうか。いやーうまかった。そして辛かった。歓喜の涙。何もなかったように平然とした顔で水カウント9。最後の水カウント10。いやーハマるのもわかりますよ藤原さん。ごちそうさまでした。これ何日後かにまた食べたくなりそう。いやー辛うま最高。ほんとね、辛さだけじゃないんですよね。出汁の旨味もものすごくて、味の深さに圧倒されました。周りのお客さんの注文を聞くと、レベル2かそれ以上頼んでいる方が多かったですね。ちょっとね、信じられません。そんな辛いのが苦手とかってわけじゃないですし、普通に食べられるんですけれども、ちょっとやっぱ辛かったですね。あれ、でも何回も通ってるうちにどんどん辛いの食べたい、辛いの食べたいってなっちゃうんですかね。特に辛いものが好きな方、チャレンジャー精神が旺盛な方、そんなあなたは必食のうどんになりますので、ぜひ他県からでもこちらの藤原北野本店さんお立ち寄りください。この動画を見て、うどん食べたくなったなーとか、うどん食べたかったなーと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。